はい、始まりましたバイクインプレッションコーナーです。サイクス TV の松尾修作と森光です。はい、この2人でお届けしてまいります。でね、本日紹介していくバイクはこちらになります。はい、ボーマの、バイドディスク、こちらの今日はですねレビューを紹介していきたいと思います。全体のスペックですね。はい、でね、バイドディスクなんですけど、これバイドプロで、ね、の後継機かな言ってんでしょうかね。ボーマのレーシングモデルのハイエンドモデルです。はい、でね、何が変わったかっていうと、まあディスクとねついているということで、まずディスク標準装備になりましたね。そうですね、標準設計、これからもうほぼほぼディスク持っていくんですかね。そうですね、自分は少数派になっちゃうのかな。はい、でね、これね、まずね最初ご紹介したいんですけど、このオレンジめちゃめちゃ発色いいですよね。綺麗ですよね。綺麗でね、このカラーが、JCL のシリーズのビクトワール広島が採用しているチームカラーで、これね広島県の地域密着型チームでね、オレンジが貴重なチームなんですけど、それを採用してるんですが、ですね、カラーがね11種類も、ね、あるんですよ。すごいでしょ。多いですね。そう、ハイエンドモデルでね11種類、結構これね一つ特徴かなと思います。はい、でね、さっき今お話しした、ビクトワール広島、これ一応プロチームなんですけど、やっぱねパワーが求められるわけじゃないですか、レースだからね。はい、でね、今までもボーマのバイクを、去年とかもね使っていたんですけど、もう少し硬い方がいいと、多分柔らかいわけではないんだけど、おそらくしなやか系なねバイクが結構ボーマのラインナップって多いから、はい、でそれをレースのところで使うとどうなるかっていうと、やっぱり、ね、プロの選手パワーやっぱりあるから、なるべくその伝えていきたいと、その力をね路面に対して、硬いものがいいってリクエストしたんだって。あ、選手から。そう、選手から。で、それをボーマが汲み取って開発に生かしたのがこれということなんですよね。じゃあ、使ってる革の素材は全く違う。そう、素材もね変えたということで、三菱のパイロフィル MR70 っていうカーボン繊維を使ってるんですけど、これもともとポーレだったのかな、うん、からね、変えたということで、なんで三菱に変えたのかなって聞いたら、なんかね、ビクトワールが三菱系の会社がスポンサーについてるから、あ、まあ、せっかくだからそれに変えようということで、あ、そういう感じなんだってねちょっとね思ったんですけど、まあ、実際にその素材を変えて硬くしたっていう話だけではなくて、いろいろね工夫が見られて、リアのね、シートステイのここの部分ちょっと見てもらえると分かるんですけど、まあ少しね、このディスクだったら別にここってブレーキのねアーチつけないから、うん、いらないです、ね、いらないですね。でもなんか、まあ、剛性を上げたいということで、ここにね一つ、フレームを通したりとかね、まあ、そういった工夫もされているということで、はい、うん、でフレームの重量が、1100g かな。でフォークが 370g、 シートポストね、これもエアロ系で結構ねカチッとした太めのものなんですけど、 200g ということで、まあ、全体的にディスクフレームなんですけど、まあ、トップモデルということで、なるべく抑えられつつ剛性を当ててきたという、まあ、そういったね、はい、モデルになってます。はい、これフレーム売りですよね。そうですね、うん、ボーマは基本フレーム売り、うん、フレームで売ってるということなんですけど、ボーマってね、カーボン系のアクセサリーパーツが少し実は多くて、まあ、ハンドルだったりとかステムとかね、うん、多いんですけど、今回それがねハンドルのステムとボーマって書いてます ね。あとハンドルもボーマ製です。はい、で今回ホイールも、うん、ホイールもチューブレスかなのカーボンホイールがついていて、組まれています。はい、ということですね。じゃあ、実際のね重量を測ってみたいなと思うんですけど、はい、7.7 っすね。 7.7、今ねペダル付きですね。ペダル付きで7.7、ペダル付きの実測で 7.7kg なんで、はい、まあちゃんとね、レーシングシーンのトップで走れるような重量に収められてると、はい、いうことですね。で値段がフレームで27万5000円、税込み、これ30万切ってるかな。お手頃です、うん、ハイエンドですよね。一応ハイエンドでね、そうだ、そう考えるとお手頃かな。はい、だからこのパーツをつけて、組み上げるとすると、だいたい40万後半から50万ぐらい、60万ぐらいとか、うん、そのあたりで収められるのかなっていう価格設定に、はい、なってるんですけども、どうでしょうね、対抗馬というかライバルとしてあげると、国内メーカーで例えばアンカーとかね、アンカーとかね、あとはネストなんかもね
あの10万円台、20万円台後半から、まあ、後半じゃない、前半とか、あの結構お手頃なね、レーシングバイクのプレーも出してるんで、このあたりがライバルとして負けられるかもしれないですね。はい、ということでね、まあ、結構そのお手頃なハイエンドって言ったらあれなんですけど、しっかりその性能をアップしてきて登場しましたので、性能が気になるところですので、これからね実際に乗ってみて確かめてみたいと、確かめましょう、はい、思います。はい、ということで、次回はですね、実装したレビューをお届けしてまいりたいと思います。本日は、スペックを紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございました。